馬が道を横断してますね。自由だな。もうタイヤがね、はまりそうです。道に迷いました。アオ旅。こんにちは、アオです。今日もアオ旅始まりました。今動画編集しているところなんですけど、まさかのね、音声が一つも取れていないっていうね。たまにあるんですよね、こういうことが。怖いですね。ということで今回はね、ちょっと前編アフレコでお届けしたいなと思います。さて、私は現在北海道を飛び出し沖縄県に走りに来ています。現在いるのは最西端の島、与那国島です。ちなみに今回は親友ちゃんと2人で沖縄に来ています。昨日はですね、最西端の日がある入崎というところにいたんですけれども、今日はですね、この与那国島をぐるっと一周回ってみたいなと思っています。琵琶湖一周は琵琶市、淡路島一周は淡市というなら、与那国島一周は与那市ですね。違うか。今向かっているのがお昼ご飯ですね。いや、実は朝から飛行機に乗って与那国島移動してきて、レンタルバイクして最西端行ってっていう感じでね、結構いい時間なんですよ。なので早速お昼にね、動画としては早いんですけど向かいたいと思います。はい、到着したようですね。今日はですね、この漁協食堂でお昼をいただきます。頼んだのはお刺身定食ですね。5種類のお刺身が載ってました。親友ちゃんがね、イカ好きなのでイカを分け与えているところです。早速食べるこちらのお刺身、一体何だと思いますか？実はね、カジキなんですよ。私カジキ初めて食べます。さてさて、その感想は？正直ね、めちゃくちゃ美味しかったです。身が柔らかくて脂も乗っていて、マグロとブリを足したような、そんなような感じの味がしました。カジキのお刺身はね、沖縄で食べた中でトップ3に入るぐらい本当に美味しかったです。またね、ぜひ食べに行きたいですね。幸せそうな顔してますね。ごちそうさまでした。あたび。さて、続いて向かうのがですね、ティンダバナと呼ばれるエリアで、この大きな岩の下に向かいます。そしてなぜか映像がタイムラプスになってますね。 GoPro もね、多分沖縄に来て浮かれてたんですね。これからこの島の固有種である与那国馬を見に向かっているところですね。広々としてなんだか北海道みたいな景色ですね。26時間半かけてここまで来たんですけどね。この牧場でね、与那国馬が放牧されているっていうことなんですけど、さてどこにいるんでしょうか。あ、ちょっと遠くに見えてきました。これが与那国馬です。体格は120センチ前後でポニーに分類されるらしいんですけど、明らかにポニーじゃない体格をしていました。一緒に写真撮ってもらったんですけどね、怖くてこれ以上は近づけませんでした。
これ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 、牧場のね出口にすっごい大きい溝みたいなのがあるんですよ。もうタイヤがねはまりそうですごい怖くて、これはね大回りして一気に行くのが正解です。はい、無事に行けましたね。今のはテキサスゲートって呼ばれるもので、馬がね外に出ちゃうのを防ぐためにあるみたいです。ちょうどね足がはまっちゃうんですね、あのゲートに。だから柵なしで放牧してても平気なんですね。出口だけじゃなくて入り口側にもさっきのゲートがあったはずなんですけど、まあ、出口でねあんだけはまりそうになってたってことは、多分私入り口で通ったの気づいてなかったんでしょうね。さっきまでいたのは東牧場っていうところなんですけれども、もう一つ南牧場というところでもね馬を見ることができます。馬が道を横断してますね。自由だな。今の時期はですね、ちっちゃい子、子供かなもいてね、めちゃくちゃ可愛かったです。かなりね近くで見ることができます。人懐っこい性格らしくて、こんな感じでね近づいてきてくれるんですけど、これが人懐っこくて近づいてんのか若干怒ってんのかがちょっとよく分かんなくて、怖くて逃げちゃいました。ほんとねかなり近くで見れるんですよ。なのでねバイクに当たらないように気をつけながらね、馬が草をはんでる姿近くでね眺めているのも癒されていいんじゃないでしょうか。熱海、ここここ島のね南東部分なんですけど、ちょうどね地図で言うとこの辺り、ここの道がねもうとにかく綺麗で、バイクで絶対走りたい道ですね。つなぐり通り来たらねもう絶対絶対走ってください。もう本当に最高でした。さてこれからですね、与那国のデザインのものが欲しいっていうことでお土産屋さんに向かっているところです。ネットで探したらアパレルのいい感じのお店を見つけたので、早速そこに向かってみたいと思います。ということでお邪魔したのはワンマヒナさん、衣類や小物を扱うアパレルショップです。ここからはしばし私のゆるいお買い物にお付き合いください。あ、かわいい、ね、その人最西端入ってる、これも入ってる、あ、本当だ、あ、これもかわいい、クリアファイル、うん、めっちゃ可愛くない、かわいい、ね、すごいマスクケースとしてる、あ、確かにこれ一目惚れしたの私。このね、缶バッチもめっちゃ可愛いの。缶バッチもあったんだ。缶バッチここにつけてください。それもピンバッチじゃないの。え、缶バッチの方が可愛くない？本当？これとかどう？何その模様。馬とかいる。あ、へえ。その辺可愛いんだよ。可愛いね。それも可愛いよね。可愛いよね。帽子につけてた。私これで。はい。はい。あ、旅。道に迷いました。どこ行ったらいいか分かんなくて、地図見てたら地元の方がついておいでって言ってくれて、今ね先導して案内してくれてるんです。もうほんと神様なのかな。お、着いたようですね。いやね本当にねありがたかったです。絶対こんな場所分かんない私。ありがとうございます島の方。はい、ということでやってきたのはドクターこと診療所のロケ地です。私のね父が大好きで、ずっと車の中で流してるんですよね。それでね内容覚えちゃいました。ドラマで見てたよりも小さく感じましたね。もう本当に町の診療所っていう感じで、こんな場面とかあんな場面あったなーなんて思いながら回ってましたね。こういうの見るとねやっぱドラマもう一回見直したくなりますね。事務所のね黒板に出産予定日とかねいろいろ情報が書かれてるんですよ。なんかねめちゃくちゃリアル、本当にドラマで作ったと思えないぐらいリアルな空間でしたね。セットとはいえ手術室覗くのはちょっと怖かったですね。
病室からね海が見えるんですけど、これがねめちゃくちゃ綺麗でした。診療所の外に階段があって上にも上がれるみたいなので、ちょっと上がってみたいと思います。階段がねすごい狭くて足がねちゃんと乗せれないぐらいなんですよ。すごい怖かったんですけど、やっぱね見てみたいっていう好奇心が勝ちましたね。そして屋上からの景色がこんな感じです。ビーチがね一望できて、もうめちゃくちゃ綺麗でした。そしてここからは音声が復活したので、アフレコはここで終わりです。すっごい綺麗な浜、上上がるとねこの浜が一望できます。はい、ということで夜名栗のねメインスポットいろいろ回ってきたんですけれども、このドクターコトーの診療所で今回はちょっと終わりたいと思います。実はね今回与那国島じゃなくて八重山諸島いろいろと回ろうと思っています。よかったらねチャンネル登録して私の沖縄旅一緒に回ってください。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。